こんにちは。今日はザラの購入品紹介をしたいと思います。では早速もう来てるので紹介します。今回はちょっと結構たくさん購入して約8万円分の購入品紹介です。一気に買っちゃった。もう春服全然ない、てかもう洋服が全然ないと思っていっぱい買いました。今着てるこのトップスゲザー T シャツ S カーキ2990円です。安くないこれ。んでもって可愛くない、この今年流行りのワンショルになってます。可愛い、とってもいいよこれ。しかも安いし。で今出したんだけど、出すとこういう感じでここにギャザーが入ってる感じ。これインしなくても可愛く着れると思う。はい可愛い。はい次、続きましてこちらです。かわいいよ。ちょっとさっきと似てるんだけど、ギャザーセミシアコットントップス3590円 S サイズです。これ結構なんか流行ってんのかな、すっごい見かけんだよね。可愛いでしょ。オフショルです。これは結構長めインしても可愛い。シアーって書いてあるだけあって、確かにすっごく薄くて春夏、まあ、真夏以外着られそうです。可愛くない。オフショルはすごく好きです私。これ流行ってる気がする。なんかインスタでもすごく見かけたし、でも流行ってるから買ったんじゃなくて可愛いと思ったから買いました。次、じゃじゃーん、超可愛いパンツとトップスです。まあ、このトップスは何にでも使えるように買ったやつなんだけど、でまずトップス、いて膝立ちできない、膝立ち、まずトップスはクロップドストレッチ T シャツ1290円で、クロップド丈だからちょっと大きめに、そこまでおへそとか出したくないなと思ったんで、私は L サイズ購入しました。おへそがここなので、おへそ隠れるぐらいです。 L だとこれ多分 S とかにしたらちゃんとクロップドになると思う。夏なんでも使えるかなと思って一応購入した。ほんでパンツですよ。パンツわかる、キラキラパンツで、このキラキラしてる動画でちゃんと伝わってんのかな。ちょっと長い、題名っていうかタイトル長いんで飛ばして、13590円のブラックで、これ多分人気なのかほとんど在庫なくて、一番ちっちゃいサイズ32しかなかったんで32を買ってみた。そしたらさ、ウエストとかはさちょうどいいんだけど、ここ私骨盤がすごい出てるからここがとてもきつい。これギリギリです。でもめっちゃ可愛いの本当に。ちょっと長さは見えてるかわかんないんだけど、みんなに長さもちょうどいい、こんな感じ。あのくるぶしも隠れる長さでも下はずらないっていう感じかな。マジかわいい、かわいすぎる。さっきも膝つけなかったぐらい全部がほんとキラキラがついてて、今考えたら吸わないだそうだし、ちょっとお洗濯とかも考えちゃうようなパンツなんだけど、見た目はとにかくかわいい。次、下のパンツと合うかわかんないんだけど、このカーディガン、カーディガン本当に私ってボーダーをよくね買っちゃうの。あ、ひな立ちできなかった。かわいいボーダーちゃん。こちらはですね、ストライプクロップドニットカーディガン、ちょっと手が長いかな、まあ、こんなのがかわいいのかな。こういうさクロップドのカーディガンとかカッパーカーとかあんま持ってないから活躍しそう、肌寒みたいな時。結構ねクロップドすぎる、もうちょい長い方が好きかな私は。でも可愛いです。はい、こんな感じです。次、これ何でも使えるかなと思って買ったんだけど、カフス&シームディテールセミシアなんとかコットントップス、長い、3590円 S サイズです。でこのね、ネットで見るよりも自分で着た方がすごいシア感がすごいです。これ1枚で着るというよりかは何かの下に着たいなと思って買ったんだけど、なんかのワンピースの下とかジャケットの下とかに着たら可愛いんじゃないかなと思います。さっきのあのグレーのやつと似てるかも、生地が。じゃんじゃん行きます。次、じゃーん、上下着てきました。まずトップス、ボートネックセミシア T シャツ、もうセミシアーとかシアーはかかっちゃってるわ今回。2990円 S サイズです。これもあのさっきの白のと同様、中に着るように買いました。こういう風に落とせるんで、これワンショルっぽくも着れる。これもシアーになってるから夏でも着られそう、すごくいい。黒と白持ってれば何でも合わせられるかなって思う。ほんで下のパンツがハイウエストレギンスボタン
4390S サイズです。ハイウエストで、私っていつもツンツル手になっちゃって足首が出ちゃってね、だからすごく嫌だったんだけど、これは本当ちゃんと足首は隠れないんだけど、足首付近まで行ってくれるからめっちゃいい感じで、ハイウエスト超使いやすそうじゃない。本当黒パンツ私結構履くので、こういうのを求めてたって感じで、レギンスだからすっごい動きやすいよ、全く締め付け感ない。あ、ご飯が炊けました。次、パンツを履き替えてきました。このパンツめっちゃ可愛いんだけど、ジップ付きパンツ5290円 S サイズです。これめっちゃ可愛い。これね、このセットでね着てました、ザラのあれでも。これめっちゃ可愛くない？でもただちょっとだけ長いんだけど、裾長さ靴履いちゃえば問題なしって感じで、形があれなのかな、フレアになってるのかな。これもさっきのパンツと一緒で、本当にストレッチが効いてるからすっごい楽チンパンツって感じ。こういうなんかジップがついてて、え、超可愛いよね。とってもいい。これお気に入りになった。ここがね、私足が太ももが太いからちょっと痩せないと目立っちゃうんだけど、可愛いので頑張って痩せます。はい、続きまして、じゃじゃーん、ワンピース、可愛いワンピース、アシンメトリーニットワンピース6590円 S サイズです。アシメなんで、こっちは手袖なしです。ちょっとお姉さんっぽい感じのお洋服も欲しいなと思って買いました。めちゃんこ可愛い。あのスタイルがねくっきり見えるんで、こういう柄っていうのかな、こういう感じなの、わかる？見えるかな、これなんていうのかわかんないんだけど、かわいい。これディナーとかの時とかにこういうの着たいな、また旅行とか、めっちゃよくない？はーい、次のワンピース、ちゃんちゃかちゃん、かわいいワンピース。これはね、洋服は最後です。これがレーストリームシフォンミディワンピース7990円 S サイズです。マジかわいい。あー、これ早くこれで沖縄行きたいって感じ。超沖縄っぽくない？沖縄っぽいってか夏、もうザ夏、もう海とかめっちゃ似合うよこれ。かわいいんだけど、どう？さっきのさ黒いワンピースとはガラリと雰囲気が変わりますね。あのコットン素材がなんかね、かわいい。コットンちゃんかな。え、沖縄絶対これ行きたいな。全然沖縄の予定ないけど、かわいい。これおすすめだわ、いい感じで。洋服は終わりなんだけど、あの靴を2つ買ったので紹介します。あ、ブカブカかも。え、でもこれかわいいんだけど、もう一個ちっちゃかったらさきついのかな。え、わかんないよねこういうのって。こればっかりは、これいつも私通販で買うんだけど、ザラとか。靴はね、一番ねサイズが難しい。なんかそのものによって違うじゃん、サイズが。え、これかわいいんだけど。買った一足目こちらです。こういう洋服にも合うし、すごいいいかも。エスパドリーユフラットシューズ6590円で、私 24.5 24よりの 24.5 なので38を買ったんだけど、かわいいでしょこの、これフラットシューズ、フラットシューズ大好き。でもう一足がフラットシューズなんですけど、じゃじゃーん、またちょっと雰囲気が全く違うんだけど、形はねなんかめっちゃ似てるやつ買ったかも。バックル付きバレリーナシューズ5990円38。バレリーナシューズ、バレーシューズが今流行ってるじゃん。でも、まあ、見た目そんなにバレーシューズっぽくなくて、ちょっとあのメタリックな感じなので履きやすいかなと思って購入しました。こっちとなんかとても似てるんですけど、雰囲気は全然違うから用途がすごく違うかなと思うんで、どっちも履けるかな。かわいい、このこれがかわいい、使えそうじゃない。以上です、ザラの購入品紹介終わりです。いかがでしたか？はい、結構お気に入りのものたくさんあるんで、今回もとてもいいお買い物ができました。あー、夏楽しみ。じゃあ以上で購入品紹介終わりだと思います。バイバーイ。